皆さんこんにちは。京都大学大学院生の劉美里と申します。本日はこれまで日本で半世紀以上にわたって朝鮮語によるイマージョン教育を実践してきた在日朝鮮学校の教育についてお話したいと思います。まず、今日は国内に居住する韓国朝鮮人と彼らの使用言語について簡単にお話した後、在日朝鮮学校で行われている継承語としての朝鮮語教育の概要と特徴を紹介して、そこで見られるいくつかの問題点と今後の課題という順番でお話ししようと思います。さて、現在国内には約200万人以上の外国人が在留しています。その中で中国籍に次いで多いのが韓国朝鮮籍です。本日は国内に在留する韓国朝鮮人を合わせて在日コリアンと便宜的に呼ぶことにいたします。この表はですね、2012年の6月に公表された法務省の統計によるものなんですけれども、それによると在日韓国朝鮮籍の人口がですね、54万5401人で、そのうちの38万5000人が特別永住者、いわゆるオールドカマーとその子孫です。日本で生まれ育った2世以降の在日コリアンは日本語を第一言語とする人がほとんどです。多くの場合彼らの家庭言語は日本語です。日本での学校の教育を受けている人がほとんどですので、一般的な日本人の家庭と大きな違いはないと言いますけれども、その実態は多様です。例えばお父さんですとかお母さん、こういう親族の呼称のみ朝鮮語でアッパ、オンマというふうに使用している家庭もあれば、冠婚葬祭ですね、そういった結婚式ですとか、伝統習慣に関わる言葉を、そういう単語だけをですね、日本語の文章の中に使っている家庭も多いです。で、一部の在日コリアン家庭では一世、コリアン一世の出身地の方言と居住地の言語である日本語がミックスした、いわゆる在日語、在日朝鮮語と言われるような言語が日常的に使用されることがあります。例えばですね、混ぜるという他動詞は朝鮮語でピビラというんですけれども、その2つが合わさってピビするというふうに、こう独特のそのミックスされた表現を用いる家庭が多いことが確認されています。あと朝鮮学校出身者、もしくは朝鮮学校とその周辺コミュニティでは、年長者との交流や公の場面においてお互いの第一言語である日本語ではなくて朝鮮語で、朝鮮語を使用する傾向が高いことも報告されています。あと在日コリアン児童ですね、韓国籍朝鮮籍に関わらず彼らが朝鮮教育をどういったところで、受けられるかということですけれども、対別すると3つです。ここにありますように、日本の公教育の中で週に何時間か行われる民族学級で、ここでは民族の言語や文化に関する教育を行います。次に、地域ですとか学校の放課後ですとか朝鮮学校の教室を借りた場所ですとか、そういったところで、夏の間ですとか夜間に開かれる母国語教室で、最後のこの3番目ですね、これが、在日コリアンが独自に設立した学校で民族教育を行う民族学校です。でこの朝鮮学校は全国各地で朝鮮半島ルーツに持つ在日コリアン、児童生徒に朝鮮語で教科教育を行っています。1945年の終戦直後、日本に約240万人の在日朝鮮人がいました。で多くの人が帰ったんですけれども、そのうちの60万人がさまざまな理由で日本にとどまりました。当時の連合司令部の調査によりますと、 GHQ ですね、調査によりますと、そのうちの 80% が帰国を希望していました。で日本で生まれた子どもたちが帰国後に言葉で困らないようにと戦後すぐに設立された国語講習所が現在の朝鮮学校の前身といえます。ただ、終戦の約1年後ですね、1946年の10月にはこの、数は爆発的に増えまして、
ここにありますように小学校が525校、中学校が4校、青年学校、これはあの中学校の上の学校だと思うんですけれども、これが11校で、教員数が約1100人、児童の数が 4万1000人というふうに記録されています。で、現在ではですね、帰国人口の増加ですとか少子化、国内の政治的な問題など、さまざまなことを経て国内に約102校あります。日本の633制に倣って小学校にあたる初級部が6年、中学校にあたる中級部、あと高校にあたる高級部、これが3年です。同一敷地内に幼稚園や初中級学校が併設される学校もあるために、実際には66箇所にあります。およそ8500人の児童生徒が学んでいます。これはですね、生徒規模で見ますと日本における最大の継承語教育のケースだと言えると思います。編入学、入学編入学の基本的条件なんですけれども、これは朝鮮人であることのみです。で、これはですね、父母のうちどちらかが朝鮮半島にルーツがあるものを含んでいますので、実際には国籍は問いません。在学児童のおよその割合は朝鮮籍が 50%、 韓国籍が 47% で、その他が 3% というふうになっています。で、その他の中には日本籍ですとか、中国朝鮮族の子どもも一部いますので、そういった人も入っています。ほとんどは在日韓国朝鮮人2世から4世なんですけれども、韓国からニューカマーもかなり少数なんですけれども、いることはいます。ちなみに朝鮮学校とは別に韓国学校というのが日本に4校ありまして、でそのうちの、3校は学校教育補助のいわゆる一条校です。で、東京には8つの学部を持つ全寮制の朝鮮大学校があります。実質的に朝鮮学校の教養施設機関としての役割を担っています。で、この独自の教員養成サイクルが全員朝鮮学校を継続させてきた要因の一つです。で、大きな特徴であると言えると思います。で、現在朝鮮学校の初級部に入学する児童のほとんどは日本生まれの3世4世です。で、彼らを2世3世の教員が教えています。で、現在初級部の教壇に立つのは基本的にはこの朝鮮内学校の教育学部を卒業した日本語と朝鮮語のバイリンガル教員です。次に教科書なんですけれども、1946年2月に教材編集委員会、編纂委員会が設けられました。それ以降すべての朝鮮学校では独自に編纂された統一教科書と副教材、参考書などが用いられています。近年では、全子コリアの帰国志向から永住志向へと、意識は変化しています。同盟主張が置かれたその現実的な条件を考慮して、今後日本で生活していく上で必要な知識を十分に、習得できるように日本語と英語、あと日本と世界に関する知識を学べる方向で内容が編成されています。また日本の公教育で使用されている検定教科書も参考にされています。時代の変化に合わせるために現在までに何とか大幅なカリキュラムの変更と教科書の編纂が改編が行われてきました。特に近年では書き言葉よりも話し言葉、よりインフォーマルな表現教育に重点が置かれています。朝鮮学校では初級から高級まで日本語と英語の授業を除き全ての授業を朝鮮語で行う早期トータルイマージョン教育を実施してきました。朝鮮学校初級部の科目別時間実数を見ますと、総授業時間数、年間ですけれども、6年間、6年と3年で9年ですね、8552時間のうち約 24% に当たる2056時間が朝鮮語の授業に当てられています。で、こちら小さくて見にくいと思いますので、ちょっと一部拡大します。で、この表はですね、初中級部の言語教育科目授業時数ですけれども、この朝鮮学校の初級段階における朝鮮語教育の、日本語と朝鮮語と英語の部分だけピックアップしました。日本語は成果として教えられています。
で9年間で1256時間が当てられています。細かく見ていきますと、初級の段階では1年生から6年生までの6年間、満額に200時間以上が朝鮮語の授業に当てられています。特に入学したばかりの初年度には306時間、2年時には280時間と、初期段階には継承教育に集中したカリキュラムになっています。朝鮮学校の初級段階における朝鮮教育の特徴は次の通りです。簡単に並べましたけれども、まず児童の日常に即した教科書を用いて実用的な口語表現を多くインプットしています。これは教科書の写真がちょっとありますけれども、でその上で体系的な文字指導をしています。また彼らの第一言語である日本語の助けを借りて教科内容の理解を優先して、同時に言語形式にも意識を向ける指導法が用いられています。朝鮮語の授業以外ではルーティン活動や休み時間の会話も言語習得の機会として捉えられています。校内では児童たちが模倣やエラー訂正など互いに影響を与え合いながら学び合う機会を持っていることも特徴です。入学してから、約8ヶ月ぐらいで、これは参与観察の結果なんですけれども、児童1年生児童は授業中の教師の指示をほぼ 100% 朝鮮語のみで理解することができるようになります。挨拶や校内での簡単な日常会話、あと読み書きが朝鮮語でできるようになることも確認されています。このように入学後1年以内に朝鮮語のみで学校生活をほぼ支障なく送れるようになります。その後学年が上がるにつれて児童はより多くの語彙や表現を身につけていくわけですが、一見流暢に見える子どもたちの朝鮮語にもいくつか問題点があります。まず朝鮮学校の児童生徒が話す朝鮮語は彼らの第一言語である日本語に比べて語彙や表現の数が少なく、結果的に算出能力が劣ります。これは学校外で日本語の生活をしている児童生徒にとって第二言語である朝鮮語のインプットが基本的に学校内に限られていることが大きな理由であると考えられます。またこれと同じ理由で文法や発音の面において日本語の干渉が目立ちます。次に2006年に東京近郊で実施された10代から40代の朝鮮学校出身者への言語実態調査結果から、日本語を第一言語とする在日コリアンの、朝鮮語の特徴として、まず語彙不足、次に用言語尾の日本語化、次に言葉の簡略化と日本語の直訳化、そして口語形態に対する不慣れですね。で5番目に日常使用言葉、要するに口語と文語が一つの文章の中に混在していることが指摘されています。これ以外には朝鮮学校で習得した朝鮮語について学校またバイリンガル、もしくは語彙の不均衡など言語の機能的バランスを問題視する研究者もいます。次に朝鮮学校を卒業した在日コリアンの話す朝鮮語が朝鮮半島で話される、それとは微妙に異なるイントネーションや語彙の使用法を持つことは本人たちも自覚するところです。次に2006年11月から2008年の12月にかけて関東地方並びに北海道にある朝鮮中高級学校生徒と教員、朝鮮大学校の学生と教員、卒業生902人を対象に実施された大規模なアンケート並びに聞き取り調査によりますと、形式ばった場面でのスピーチは学習言語である朝鮮語が優勢な人が多かったんですけれども、日常会話のリスニングやスピーキングでは圧倒的に日本語が優勢であると思っているという結果が出ています。でこの結果はですね、話そうと思えば朝鮮語は話せるし、韓国のドラマも視聴できるんだけれども、ネイティブではないために自分の話す朝鮮語に自信がないことの表れではないかという指摘がなされています。朝鮮学校卒業者や周辺コミュニティで話される朝鮮語というのはそれ自体十分機能するものです。で数ある朝鮮語バリエーションの一つとして認められるべきものだと考えられます。
しかし内部ではこのバリエーションを朝鮮語の乱れというふうにネガティブに評価する声が支配的です。で最近ではいわゆる韓流ブームによってメディアを通して韓国語母語者が話す言葉に容易にアクセスできるようになり、両者の差異が以前にも増して浮き彫りになりました。次に先のアンケート調査において在日同胞式の朝鮮語と言われる言葉について 12% がダメである、これはまあ本人たちの内省ですけれどもダメである、そして 58% が直さなければならないものとして捉えていることが分かりました。この乱れ問題を在日コリアの側から正そうという傾向があり、数々の朝鮮語矯正ガイドブックなどが出版されました。また2003年に改訂された朝鮮学校の国語、まあ、朝鮮語の教科書ですけれども、ここでは生きた売り丸、生きた朝鮮語の習得、そして公語教育の強化へと方向修正されました。で身近な生活の場面を切り取ったストーリー性のある基礎的な会話を中心に教科書が構成されるようになりました。それ以外に4技能のアンバランスも指摘されています。先ほどのアンケート調査においては朝鮮学校と周辺コミュニティには学生から成人まで日朝バイリンガルが多く存在するものの、当然ながらその能力には個人差があるとされています。またバイリンガルといっても日常会話、そしてフォーマルな場面での会話、テレビの視聴、小説や新聞を読む、日記を書く、簡単なメモを取るなど状況によって優勢言語が異なることが明らかにされています。でこれは朝鮮学校の現場においても長年問題視されてきました。それを克服するための模索も続けられています。朝鮮学校の教員たちが所属する在日朝鮮人教職員同盟では、全国の各校教員らが一堂に会する教育研究大会を開催し、科目別分科会での実践報告やディスカッションを通して意見交換をしてきました。1957年からこれまで20回以上開催されています。研究大会の資料集を見ますと、1988年にはすでに初級部1年生の児童に対する文字指導上の問題が指摘されています。具体的にはハングル文字を区別する際の混乱、そして朝鮮学習の負担についてです。その他にも児童生徒の朝鮮語インプットが学校内に限られているために語彙のレパートリーが狭く偏っていること、教授言語が朝鮮語である影響からか児童生徒の発音にどうしても硬い改まった感じの朝鮮語が多くなり、自然な口語が習得しにくいことなどが挙げられています。それらを克服するために、文字指導段階で導入する歌、そして学習した文字の定着を願う多様な読み方の練習方法などが資料集には記録されています。初級部1年生で一応ハングルの読み書きはできるようになるんですけれども、それを自由自在に操れるとは言えない児童のために、彼らの置かれたコンテクストに合うダイアログを使った文献指導でフレームワークを与え、その上で絵を見て話す、動作をつけて話す、元の文章に知っている単語を加えて話す、状況に応じて必要な単語を代入するなど、日々の生活に応用できるフレーズの練習を繰り返すことの効用なども報告されています。また、学校だけで朝鮮語を学ぶ児童生徒にとって最も影響力の多いインプット材料は教員の話す朝鮮語です。しかしほとんどの教員は日本生まれの2世です。日本語が第一言語であるため、彼らの朝鮮語能力を向上させることが最も重要であると教育研修大会では再三強調されています。2003年の大会資料書を見ますと、朝鮮語でのインプットとアウトプットの場を増やすために学校のみならず家庭の保護者を巻き込んだ教育実践についても報告されています。また校内での朝鮮語 100% 運動が日本語を話してはいけないというような運動ではなくて、より正しい朝鮮会話を促進するためのものにすべきであるとも述べられています。そのためにも読書会、早口言葉大会、詩の朗読会、お話発表会、辞書引き大会などを通して朝鮮語学習を児童生徒が楽しめるものへと変えていくための工夫がなされています。
朝鮮学校ではこれまでにあたり多くの日本語朝鮮語バイリンガルを育成してきました。実際にはその教育方法についてほとんどが教員個人の経験や勘に頼ることが多かったといえます。そのために彼らの実践は現場の少数の人たちのみ、シェアされるにとどまりました。定期的に行われているこういった教育研究大会、まあ、全国規模の大会ですけれども、こういった発表は実践報告として、実践報告という形として一部シェアはされているものの、理論化には至っていません。第二言語として習得した児童生徒の朝鮮語到達レベルを正しく評価するための評価方法も整っていないのが現状です。以上の問題点から浮かび上がる課題としては、まずこれまで以上に教員の朝鮮語レベルと教授法の向上を図ることは大きな課題です。そして児童生徒の朝鮮語到達レベルを正しく評価するための評価方法を確立することも必要です。また、先ほどジェルマン先生の話もありましたけれども、カナダのフランス語イマージョンをはじめとする多言語イマージョンの成果ですとか、第二言語習得研究で明らかにされた知見を参考にして、朝鮮学校がこれまで、半世紀にわたって蓄積してきた教授法や教育実践の理論化、体系化が必要だと思います。以上、朝鮮学校の言語教育が抱える、いくつかの問題点についてお話ししました。しかしながら全朝鮮学校は長期にわたって継承語イマージョン教育を実践し、バイリンガルを多く輩出してきました、してきた学校ですし、独自の教員養成サイクルを持つ世界でも稀有な例であります。また半世紀にわたる朝鮮学校の教育実践は、国内外におけるマイノリティ言語児童に対する継承語教育のモデルとして示唆に富んだ非常に価値のあるものだと考えられます。しかし在日コリアンのアイデンティティと言語に対する意識は時代とともに変容しています。これまで朝鮮学校における朝鮮語教育というのは言語習得を手段として民族心を育むことを目的としてきました。言語をコアとする民族共同体意識の一端として続けられてきた朝鮮語教育ですけれども、そのあり方を改めて問われているのではないかと私は思います。日本社会で民族教育を行うことが一層厳しく、なりつつある昨今、五姓の誕生、国際結婚の増加、帰化人口の増加など多様化する在日コリアン社会において、朝鮮学校が担う役割をもう少し見直してみても良いのではないかと思います。一方で多言語化する日本社会においては、言語教育の実践の場としての朝鮮学校の重要性はこれまで以上に増すのではないかと考えています。韓国との貿易や2000年以降の韓流ブームの中、日朝バイリンガルである朝鮮学校卒業生たちは、国内で流通した、韓国ドラマ、また音楽等のコンテンツの翻訳の場面で幅広く活躍しています。これらの経済的効果がいかに大きいかは言うまでもないと思います。そこで、朝鮮学校を在日コリアンだけではなく、それ以外の人々も朝鮮語を学んで話せる場所として見直すことも大切になってくると思います。日本で生まれ育ち、朝鮮学校で学ぶ在日コリアン児童生徒は、一般的な日本人とは異なる言語、文化的背景を通して、日本社会が普段気づかないマイノリティとしての視点を社会に投げかけることができます。在日コリアンコミュニティが朝鮮学校を中心に地域とのつながりを発展させ、そのハイブリディティを積極的にアピールしながら日本社会に根ざしていけるような方法を模索することで、言語教育の場としての朝鮮学校の新たな未来が開かれるのではないかと思います。私からは以上です。ありがとうございました。